度はこのような形になってしまい申し訳ございません。チームマイボはポケモンソードシールドのシールドを持って、シリーズを持って、解散したいと思います。本当に申し訳ございませんでした。いや、ちょっとなもうめんどくせえなもう動画めんどくせえなもうやめるか、やめちまうぜ。もうね、はじめこやってきたのが、もういいんじゃない。はじめこってお前、人生の3分の1ぐらいだよ。そうだよ、もう3分の1ぐらい動画演習してるからさ。いや、ちょっとめんどくせえな。な軽いなー。いやー、ちょっとねうん。謝罪関係じゃん、引退関係だよ。関係だよ、お前。ちゃっちろ。もういい、もういい。いや、まあ、ちょっと、いろいろ話しましょう。ちょっと、子供の内容を聞きよう。はい。そうだね、まだね。どうも、こんにちは。チームマイボです。ガチの最後ですか、チームマイボです。いや、違う、まだ、まだね。まだ続くから。そう、シーズンあるから。何っていう話をね。そうまあ、ちょっとゆっくり話そうよ。そうですよ。まあそうだね、まあ事の内容じゃないけど、うちら今ルームシェアしてるじゃない。ルームシェアしてます、ね、そうで、まあなんでやろうかなと思ったら、まあ、動画をねいろいろ上げたいなって思ってやったわけじゃん。そうだね、毎週会うぐらいちょっと動画撮ってたもんね。そう会うぐらいだったらね、毎日はね、あの一緒に暮らして撮りてえなってなって、まあ、やり始めたんですけど、やっぱほら2年契約なんだよね、賃貸がね。そうだね、うん、怖い。そうだからまあそれがビッグだよねみたいな話してて、そう家借りる前にもそれぐらいしてた。してたまあやめるとは言ってないんだけど、まあここが動画のうちらのビッグだねみたいな話してて、まあいざやってみてやっぱりうちらやっぱりまあ20代半ばぐらいにも差し掛かってるし、いろいろこう人生設計じゃないけど、ね、いつまでも動画やろうとも思ってはなかったからね、そもそもね。ここまでやると思ってなかったさ、高校2年生から始めたけどさ。だからまあ、やめ時を考えるってなったら、まあ、ね、この2年契約が終わるぐらいが、まあ、ちょうどいいのかなと思う。ポケモンソードシールド出て、そう。ちょっとまあ、うちらで残せるものっつったら、ポケモンシールドかなっていうのもあって、ちょっと区切りもね。そう、もう最初から最後までうちらポケモンだから、で、まあ、そう、本当に剣盾も発売して、で、まあ、発売して9月に終わろうって言ってたんだよな、9月までが大丈夫だ。そう。ただね、やっぱり、あれ惜しんで惜しんでやっぱりさ、ほら、まあ、考えてみてほしいんですけど、ソードシールドを今あげました、はい、9月に終わるより今あと6パートで終わりますって言ってキョイって切った方がちょっと惜しんでる人多いかなみたいな人も多いかなみたいな感じで、それでなんかズルズル続けてもうちらの終わりの気もね分からんし、そうなんだよ、うん、そうなんかズルズル9月までやって終わるよりもうこの君たちシリーズスパーンと6パート上げて終わりますって言った方がまあかっこいいかなと、もう綺麗に散りたい。原点ってさ、うちらがさ6体パーティー、うん、で1人ずつの焦点でやるっていう本来のね、君たちはシリーズで終わりたいと、うん、そうなんですよ。そうでオープニングエンディングもやっぱりねいろいろ大変だしさ、まあそうだね。でも一番の要因はまあぶっちゃけ編集ですよ。編集です。すいません皆さん、まあ、お気づきじゃないですが、板本さんがどれだけプライベートに編集時間を使ってるか。そうですね、まあちょっと本当にこれ本当のことなんですけど、まあ、ポケモン剣盾はもうこれと同時公開なんであげましたけど、1ヶ月間ずっとね、仕事終わりに1時2時までやってるんですよ。でもう最後の、まあ1まあ、2週間だね。最後の2週間はもうジムも行かずにもう飯も簡単なもの、もうパスタとかそういうお肉焼くだけとかいうやつでもう早めにパッパッと済ませて2時までやるって、そのジムも行きたいジムも行かずでやって、これ1ヶ月後以上経ってますね。もう発売前から備えてこれですか。そう、発売前に2ヶ月前からエンディング作り始めたんですけど、そっからずっとやってるのかかわらず、なんか本当にかかるんだよね。まあ俺のね作業量も遅いのかもしれないんだけど、いやでも本当かかるんだよね。ちょっと見てほしい、今年は。で、さ、投稿頻度早くしてほしいとかいうのあるじゃん。あるってなるとやっぱそのホコリメンティングいらないんじゃないかとか、あ、それあるじゃないと思うんだけど、ただ妥協したくない。う
ちらはあくまで質、うん、そう質妥協したくないんだよね。もうそれでさ、ほらだったらオープニングエンディングやめればいいじゃないですかっていう人も、確かに分かる。それはただね、あげたいんだな、それ好きなんだよ、やっぱりぶっちゃけない人、うん、やっぱ達成感もあるし、うん、いいとこ作りたいからねってなると、まあだし、もうやり尽くした感もあるんだよね。そうそう、だあの昔のポケモン見てるから知ってるかもしれないけど、そのポケモン撮ってる時も、うん、結構さ、うん、完璧に撮れるまでさ、そうそうそう撮り続けてさ、そうだね、うちら正月とかをさ丸々3日とか合宿とかやってさ、絶対やっとそれで1本2本撮れたなと思った。三が日でポリオス動画作ってたとかでしょ。そういうのにやっぱり時間をかけて撮ってるんで、あの内容をね毎回出せるほどは無理、ちょっと正直実力はない。毎回ないないですよね。時間かければ確かにできる。渾身のやつ毎回上げてるからやっぱその分裏ではちょっとそれだけの労働がありますよと。うん、まあただね、楽しいんだけどねそう楽しい。あ、ぶっちゃけ編集なかったら俺ずっとやってんだよ一生。うん、あ、だからそうだね、言っとこうか。ただやめるけど、やめるけど、隠居みたいなもんだよ。そう、そう、隠居です、隠居。いいこと言ったら、そう、お隠居ですよ。そうなの、結局ね、今やめるじゃないですか、例えばね、やめるとか言って、答えてるけど、いざやめたらね、絶対やりたくなるんだよ。そうなんだ。だって今までやってきたんだから。そうそう、だってもう中学校からうちらさ、一緒にゲームやって、しゃべりながらやってんだから、動画上げる前から。もう、そういう遊び方しか知らないから、うちら。そうそう。結局、やめても、まあ、例えば生放送するだとか、ずっと撮っといて、ダイジェスト風に、またちょっと簡単な編集であげようとも思ってるんで。凝った編集はもうしませんよと。そう、本気のチーム前もこれさえ。あ、そういうことです、そういうことです。そういうことです。いいこと言った、いいこと言った。自分で林立てんじゃねえか。まあ、そんな感じですよ。はい。そうだね。だからね、このちょっと、まあ、歌川さんのね、頑張りよしと、うん、あ了承したいですね。ありがとうございます。いや、君に言ってくれるのが一番ありがたいよ、うん、やっぱ見てくれてるから、やっぱりだし、まあそう、ちゃんとね、協力もしてて厳選も全部やってくれたんで、ちゃんと生きるような運動ちょっとね、分担まで来てるから、編集に関してどうしてもね、手伝える部分がなくて、はいはい、ここまで仕上がっちゃってるからもうここやってって言われたらもう受け継げないのよ。だって独自の味があるから俺多分だから納得いかないからね、俺がね、仮に他の人がやったとしても、そう編集って本当にないんだよな。でも俺がやっちゃったら、そこなんで使わないのとか、そうあるかもしれないし、そうあると思う、絶対あると思う。それはだからそれはしょうがないんだよ。だし俺は編集好きでやってるわけだし、ずっとこのチーム前もできてからどうしようか、そういうあれでできてるからね。それ以外のことは徳さんに任せてって感じでやってきてるんで、不満もないです。もう楽しかった本当に、はい、ちょっとそこだけ分かっていただきたいっていう、あ、そうですね、そうです、感じの動画みたいな感じ、はい、うん。でね、今日もね、公式生放送撮ってきたばっかりなんですよ。ニコニコの公式生放送に出て、終わった後に今撮ってますもん、12時なんですけど。そのまんまですよ。そうそうそう、楽しかったね。楽しかった。だからね、もしかしたら、ああ公式生放送にまた、ね、呼ばれるかもしれません。お誘いあったら、うん、そ, うね、それでしれっと動画出してないってこと出てると思うけど、公式生には出てるみたいな。出てるかもしれない。こともあると思う。まあ本当にコアな方はまた、まだあのチャンネルは解除しなくていいですよ。まだあげるんで、いつか、いつかね、いつかっつうか、まあ、うん、やってると思うよ、ご隠居。ご隠居系実況者になります。なのでね、公式生放送の方見てから、はい、ご出演の方、お願いします。あ、じゃこういうの、お前。気持ち悪いよ、楽しいんだよ。楽しかった、今日。楽しかった、楽しかった。うん、そう、しかもあれ編集しなくていいしね。楽しいんだ、やりたいことやってる。そう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 、まあだからあんな感じでね、生放送でやってもいいかもしれないんで、うん、まあちょっと、前線にはもう引きますけど、そうです、まあ、今後ともよろしくお願いします。あとまだポケモン剣立てはあとオファーとは絶対上がるんで、で他もなんかやれたらいいなと思ってるんで、その間に。そうだね、してることとか、もう僕たちもおじさんなんで分岐します。はい、分岐します。あとは若いものに行こうと思います。はい、若いものに託します。託します。はい、ありがとうございました。ぜひね、実
世代の2人実況者出てほしい。ザ・チームうまい棒誰かついてください、お願いします。待ってます。大層じゃないけど、いやもう全然もうバトンタッチいつでも、もう引き継げますからね。バトンタッチ完璧なんで待ってます。お願いします。じゃあありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。じゃあそうだ、ね、まだ終わりじゃないんでね。そうだね、まあそうだね、うん、今後ともって感じでありがとうございました。なんだ、よろしくお願いします。はい、まあ、いつものなんか一本締めだけしとく。そうそう、なんか思ったんだよこれ。意味わかんないけど、ちょっと一本締めしとく。はい、じゃあ、あれだ、3本締めにしよう。3本締めいくか。ちょっと、まあ、これからに祝していきましょう。よーっ、この度はこのようなことになってしまい、まあすいませんでした。チームマイボは、ポケモンソードシールドを持って解散することになります。緩かったよね、今超緩かったよね。あのドスドンツドスパン行ってほしいんだな。ごめん、ごめん、実は。に、そっち練習してなかった。